メイン、サブ。サブ。はい。はい、どうもー、まあ、メインの感じ。メインの感じだったじゃん。何今、いや、なんか振りが効いてる。間違っちゃっただけでしょ。間違っちゃっただけでしょ。絶対ただただ、いや振り、昨日の動画なんですけど、うん、新メンバーオーディションするって言ったじゃないですか。まあ一応それについて補足説明をしようかなと思って、まあ一応ねカメラを回してるんですけど、うん、はい、なんだろうな、うん、僕らってふざけたことをしてたい人でしょ。うん、でもまあ新しいことを常にしていきたい。なんかね、それやんのみたいな、うん、こう例えばワクワクさんを呼ぶんだったりとか、うん、元気さんとコラボしたり、コラボするとか、タイキックする人出てもらったりとか、そう、わかるわかる、いろんなジャンルに俺らが当然のようにいた上で誰かを呼ぶっていうね、っていうスタイル、うん、で後輩がたくさん出てくるチャンネルもあんまないし、そうそうそう、まあなんかこうコラボって言って YouTuber 以外の人とコラボするチャンネルもなかなかなかったわけだから、うん、そう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 、でドイツに支部を作ったりね、そう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 、でなんか想像よりもなんつうんだろう、俺ら2人でやってほしいっていう意見が出そうだっていうのは個人的には嬉しかったんだけど、そんなだと思ってなかったからね。だからこそ説明が、うん、ちょっとじゃあ緩かったね、緩かったんだよね、うん、その俺らの新メンバーオーディションっていうのは水溜りボンドは俺ら2人しかいないし、はい、これから先も水溜りボンドは2人でやっていくし、そう、それ以外はだからな、逆に考えてなかったから、うん、今回みたいな、そうそう、誤解が招いちゃったんだけどね。まあその僕ら2人でやってるのは水溜りボンドであって、うん、でこの僕らの YouTube チャンネルには、うん、まあメンバーがいるわけじゃないですか。まあメンバーというか手伝ってもらってることがある人たちがいるから、その、何、水溜りボンドが出る動画、うん、なんていうんだろうね、で水溜りボンド出てるけど、そのプラスでなんかこう面白い要素として後輩がいたり、そうそうそう、コラボしたりするわけであって、はい、なんかこうね、そこに一つ要素を加えるっていう感じなんだよね、うん、俺のイメージとしては。そう、今までのそのね、僕らの動画に出演してくださった方たちは、うん、全員僕らからメールをして、うん、で、賛同していただいた上で、じゃあいついつ打ち合わせして、うん、じゃあ出ましょうっていう感じでやってきたんだけど、まあ今回初めて、それこそ、まあ要するに助っ人よね、そういうのね、そうね、簡単に言うとね、うん、で、今回はその後輩たちと同じような位置づけになっちゃうけど、うん、もし手伝いたい人がいたり、うん、その僕こういうキャラなんですけど、そうそうそう、どうですかっていう人がいたら、で、やっぱ俺らのチャンネルを使って踏み台にしてもらってもいい。まあ全然そう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 。例えば登録者がじゃあ10人しかいなくても、うん、なんだろう、ちゃんとこれから3年間やれば何百万人ってなる人がいるかもしれないけど、うん、その人は早く目に触れてほしいし、チャンスとしてね、そうそうそう、うん、っていう意味で、まあ僕らのじゃあメンバーになったら YouTube をやめなきゃいけないかって言ったらそんなことないですからね、うん、でそう、僕らのメンバーって言っても水溜りボンドのメンバーっていうよりは、じゃあサブ、佐々木、牧野、そう、 P さん、その人みたいな感じの位置づけやね。そこのなんつうの、彼らの浸透してなさも多分たたったと思うんだよね。まあまあそうだね。水溜りボンドといえば俺ら2人で新メンバーオーディション、じゃあ3人になるんだ嫌だなってことじゃなくて、うん、俺らがいてそのなんつうの、手伝ってくれる助っ人にいるわけじゃん、うんうん、そうそうそう、それを今回募集したいなっていうことなんですよね。そう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 、だから別になんかそのね、皆さんが思ってるようなことはないです、うん、水溜りボンドがトリオになるとかね逆にちょっとコメント見てなんか、あ、そこまで考えてくれてるんだ、ちょっと感動したよねっていうのもあったんですけど、まあ僕ら2人のなんかその、はい、感じがいいって言ってる人が増えたことは本当に嬉しい、嬉しい。で、なおかつこれそれをね、僕らが言ってることをしっかり理解した上で、うん、それを訂正してくださってる方がいたのもまた嬉しかったし、そう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 、はい、ふざけたいだけ、単純に、うん、そうだって見た応募、応募見たよ。昨日まず隠しコマンドを成功させた人が初めは1000人中多分6人だったんですよ、うん、面白い人バンバン来てるよ、バンバン来てるよ、うん、気持ちを言ってくれればカクテル作れますって人だから、ああそうね、うん、あとは何だっけな、あ、人の初対面の人にが
その人が言われたくないことをすぐ言えますって言って、そいつは出せないな。いやでも世の中にそんな人いるんだっていう人じゃない、それって。いやいるよ。それをね、俺らが選んで連れてくるから、うん、そうそう、そういう動画であって、うん、じゃあ毎回はいと思う時3人いるかって言ったらいないわけだよね。なんならね、ぜひ、うん、来てくださいってことで呼ぶわけだから。ラーメン二郎、あ、めっちゃ大好きな人、見たな。うん、なんかなんちゃらグランプリかどうちゃらっていう、うん、とかね、うん、お前好きでしょ。あとはあの本英語の翻訳、あ、いたね、やらせてください人が来たのよ。うん、そう、だからその人を呼んだからといって僕らのどっちかがいない回なんていうのはない、ないないない、ね、俺らがその人を呼んでその人と会話するのが面白いから見てくれっていうね。そう、次国語4、数学5、理科5、社会5、英語4っていう人とか。逆に、うん、これ俺らも特許取ったからね、うん、面白い人絶対俺らに応募するっていうシステム作ったから。はい、で俺らも楽しい動画撮れるし、うん、その人にも世に触れる機会があるから、ウィンウィンなんで、皆さんにも面白い動画を見せるし、はい、絶対今までにない動画撮れると思ってるんで、うん、でまあ基本的に今後もそうなんですけど、うん、今日は裏切るようなことしないと思うので、うん、だからその皆さんが思うような、なんかその、はい、悲しむようなことはしないはず、はい、何があっても。まあでもだから俺らもなんか当たり前になってるようなことで、うん、あの説明をね、はしょっちゃったことがあったから、今後は気をつけます。はい、はい、ということでサムちゃんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。